自然の森、MG ユースホステルは、広島県の府中市矢野にあるユースホステル。広島県内に初めてオープンした民営のユースホステル。上下町出身の森岡雅子が、夫と1959年に開設した。森岡は女学校を卒業後、大阪の大丸デパートで勤務し、1931年に新聞記者をしていた夫と結婚した。夫は、 翌年新聞記者を辞め、行楽情報誌、モダンガイドの観光を始めた。1943年11月に、夫の郷里コーヌ村に疎開した。夫は1945年8月3日に、召集され、6日に、広島の兵舎で被爆した。雑誌で、原爆症に、ラジウム温泉が効くという記事を見て、1952年3月に、上下町の野野温泉に転居。 土産物屋を開店したが、店の運営はもっぱらまさこが行っていた。夫は日本中を旅行して歩き、当時立ち始めたユースホステルにも宿泊した。夫婦にこわおらず、ユースを開いて若者を育てよう、と1959年に夫が言い出し、4畳半の離れを宿泊所として、夫婦が開設したのが MG ユースホステルである。MG とは夫が発行していた。 高楽情報誌、モダンガイドに由来する。森岡雅子は、ペアレントとして、ホステラーに慕われるようになり、暴走族に入り不登校になった、高校生が3週間滞在して、明るさを取り戻したこともあった。2008年に98歳で死去した。葬儀には利用者500人が参列した。宇宙のみだが、矢の温泉の湯を使用している。ありがとうございます。